てるわけですね。あの全部見てるわけじゃないんですけどもね、まあ、その中でも自分の見た中ではその試合が一番特筆できるかなっていう、もうバットも全然もうメインイベントになってもおかしくないっていう。なるほどね。そうね。だから今あの FMW との対抗戦とかいろいろ話ありますよね。はい、はっきり言ってバットクラスが出てかなり面白い試合なんかできちゃうんじゃないかと思うんですよ。なるほど。まあ、一言で言ったらバットはやるときにはやるというそれだけの、ね、実力の持ち主というか感じですもんね。要するに現状イズムって言うんですか、持ってるんじゃないですか。そうですね。打撃技があるから怖いですよね、それが強みというか、おそらくこれからのレスラーって蹴りと打撃技がないとダメでしょう。ダメでしょうね、やっぱりあの受けの厳しさと攻めの厳しさをやっぱり持ってるレスラーじゃないとこれではちょっと通用しないですから、どちらかけてもダメですね、当然に。格闘技系から来てない人かわいそうな、かわいそうなんですよね、蹴りの下地がないですから。渡辺もね調子に乗るタイプですからね、結構お客さんの声援で予想以上の力を発揮しますよ。そう、あの前歯の横ですか、前歯が抜けたまんまになってそれでにっこり笑うと、あのいつもとぼけてるのになおさらとぼけて見えちゃうんですよね。だからもうそういうトリッキーな、ね、味があるんだから、それをもうちょっとねやっぱり工夫してもっともっとトリッキーでいいんじゃないですか。トリッキーでね、そういう部分をもっと出したら面白いかもしれないですね。やっぱりあの堀田みなみメキシコから帰ってきたんですけどもね、今メキシコの EMLA の方からバット渡辺をメキシコに遠征させてほしいっていう話はあるんですよ。あ、それは面白そうですね。これもやっぱ柔道と空手っていうね、日本的なあれなんで、近いうちにやっぱり実現させたいと思ってますよね。あのメキシコ行っちゃうとバットと渡辺の身長というのはどうでしょう。高い方に入りますか、低い方に入りますか。いや、やっぱり高い方ではないです。高い方じゃならないですよね、やっぱりね。でもやっぱり日本的なものを持ってますからね、要するに空手。そうですね、これはやっぱ強みがありますよ。またバットと渡辺だったら他の選手より長期に活かしちゃうというのはどうでしょう。その方が、特に渡辺なんかはなんかガラリと変わってくるというか自信つけてくるような気がしますね。半年ぐらい行っちゃったらどうですか。そういう経験させてみたいですね。させてみたい選手ですよね。バットはね、こうアイアンクローやったりね、シュートバックフリックやったり、ちょっと なんていうんですか、レトロっぽい技得意ですよね。レトロ。でも本当はやっぱりああいうフェイスクローっていうのは怖いもんでしょ。ねえ、見えなくなっちゃってるじゃないですか、前が。よいしょ。ああ、頑張った頑張った。やっぱり全日本女子のね、第一試合若手はね、他の団体と違うってところをね、彼女たち示してもらいたいですよね。厳しさっていうか。でも結構あの玉田選手なんかそういうのを示せる選手になってきてるんじゃないかと思いますけどね。今のシンティアのキック良かったですよ、タイミングがね、とっても良かった。こういう風にいけばいいんですよ、要するにガン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 。ね、こういう後楽園の時はね、うちの、あの首脳陣が全員目を皿のようにして見てますからね、こういうのまた評価につながるわけなんですよ。あ、なるほどね。今なんか飛んだって感じですよ、なんかね、手ひぱーっと開いてたし。ちょっと重かったな、周りが。やっぱり体重ウエートアップが影響してるんですかね。どうでしょう。ルチャの技というのは 100% キリに決まらないと全く意味がないと言って、まあ、意味がないと言ったら失礼ですけれども、綺麗に見えないんですよね。要するに体操みたいなもんですから、要するにいかに難度を高いのをパーフェクトにやるかっていうのがね、ルチャの技の妙味っていうかね。やっぱり体重いような感じしますね。前に比べて今の2位なんかもね、まあ疲れも当然溜まってるんでしょうけど、相手が重いとまたできないのね、やっぱおそらく。こういうね、
乱撃戦に強くないとダメなんですよ、ムーンフィッシュは。そうね、喧嘩マッチができないとね。ああ、素晴らしい、素晴らしいドロップキック。あのね、ドロップキックだけで見せてますからね、やっぱり前座らしいですよね。空中での伸びがあるからいいですね。また体重がない部分連発していくのがいいですね。うん、多分それをカバーしようとしてロープにわざわざ、うん、わざわざというか走り込みね、うん、走って、いいですよ、助走をつけてね。いや、今の玉田のなんか惜しみなくロープに飛んでるってことがいいですね。裏側が早かったですね。怖い、あんなもん食らったら、これは怖い、なんか首捻挫しそうです ね、ね、ルチャドーラーは、ね、打撃系の技に弱いです、ね、弱いですね。あ、バットらしくないですね、これは。こういうので決めてほしくないですね。待ってください、試合の権利があるのは、ね、そうなんです、試合の権利があるのは玉田の方だったんですね。玉田は、ね、こういうのもできるんだぞってところにしたんじゃないですか。それは無理だ。今のスリングショットは無理ですよね。そうですね。そうはいかない。あのね、やっぱり同じ技2回やっちゃうと、おっ、恐ろしい、今かすったからいいようなものの。ああ、言わんこっちゃない。うわ、恐ろしすぎる。うわ、まさに一発ヒット、一発ヒットでしたね。それでは佐伯さんにちょっとインタビュールームに。第1試合タッグマッチを戦い終えたばかりのバット吉永、渡辺智子選手です。ニールキック一発会心の勝利というところでした。はい、自分の得意技が決まったんでよかったです。今日の渡辺選手は あまり投げしかできなかったんですけど、2人でダブルやった時にその技がいつも決まってたんですけど、今日決まらないでカットを来られちゃったんで、とても悔しいです。どうもありがとうございました。